えっと、昨年、えっ、ー、と、スペインの、えっ、ー、と、ラ・パルマ島というところで、えー、噴火が起こってまして、えー、かなり長い期間、あの、活動していて、まあ、ようやく最近収束してきたということなんですが、そこの、おえっ、ー、と、画像をお見せしたいと思います。で、この場所はですね、えっ、ー、と、このお、テキストボックスに、えー、表示すると候補がいくつか出てきますので、 スペインのラ・パルマと表示、え入力をして、この選択します。そうすると、こういう、あの、島が出てきて、えっ、ー、と、このセンシネル2の、えー、合成が残ってますけども、場所はですね、皆さんあまりご存知ないかもしれませんが、スペインとは言いつつ、カナリア諸島で、<laughs> 失礼しました。えっ、ー、と、このアフリカから近いところにあります。 で、ここをですね、えっと、11、それから、えっと、8、4という、あの、<laughs> 組み合わせで、これは、あの、雲と雪を分離した時の組み合わせと同じ組み合わせになります。 時期がですね、えっと、2021年の秋に、あの、噴火してますので、9月30日から、あえっと、10月1日にします。で、これは、あの、もう日付指定なので、えー、っと、最新で、雲マスクなしで、表示をさせると、 はい、えっ、ー、と、このように、あの、赤ここだけ表示されてますね。あの、白い部分は、えっ、ー、と、雲です。で、ここにあの、大きな加工がありますけども、えっ、ー、と、この時は噴火が、この中腹あたりで、えー、起こってまして、えっ、ー、と、この非常に熱を持った溶岩があ、この山の中腹から西側に流れていって、 えー、この海に達しているということがわかります。あの、赤外の情報を使ってますので、えーまあ、こういった表示になります。で、ね、拡大していくと、えー、っと、ここら辺は、あの、町というか、まあ、農村なんですかね。あの、こう緑で、こう、幾何学的な模様があるのは、これは農地ですね。 で、この農地の間をこう通っていって、海に落ちて、まあ、海に落ちて冷やされて煙が出ているというのがわかるかと思います。まあ、こういったあの使い方もできますし、いろいろなあの色の組み合わせがありますので、 ぜひ、あの、このベガを使って、いろんな、あの、場所、それから画像を皆さんご覧いただければな、というふうに思っております。